船木正勝です、今回も質問フォームになります。こんにちは船木さん、毎回楽しく拝見しています。ありがとうございます。私がお尋ねしたいのは試合前のリング組み立てや会場設営についてです。新人レスラーや練習生が行うイメージがあるのですが、船木さんはいつ頃までやっていたのでしょうか。またこの時のコツとか何かエピソードがありましたらよろしくお願いします、という質問になります。リングの組み立てなんですけども、1984年、自分が新日本プロレスに入門した36年前、にですね、振りまでこう遡りますと、自分の時代は新日本プロレスという団体が ありまして、でそれとは別に、リング屋さんですね、リング屋さんという、まあ、リングを持っているリングを持っている、それでいて新日本プロレスの、全大会についていって、その、まあ、リングを設営するという、そういうまあ、会社というかですね、まあ、リング屋さんという、新日本プロレスがやっぱり全盛というか試合数も多かったので、まあ、それで成り立っていたと思うんですけども、リング屋さんという、まあ、別のその会社がですね存在していました。まあ、何をするかと言いますと、まあ、本体ですね、まあ、選手たちよりも先に、まあ、数時間前に会場に、まあ、入っていってですね、それでリングをまずその設置するという、そして、まあ、試合中は売店をですね手伝って、まあ、売ったりとか、グッズを売ったりとかですね、そして、試合が終わると同時にリングを解体して、それでそのホテルに戻ってくる、まあ、だから選手たちよりも先に会場に入って、選手たちよりも後にですね会場を出る、本当にリング、この人たちがいなければそのリングがその設置できない、そんな感じだったんですけども、前乗りですね、次の開催地にもうその日の晩に前乗りしてしまう場合もありました。早くですね、たまにその本体も早く会場に着いた時なんかは坂口さんがですね、ちょっと手伝ってやれと言って、その若手ですね、自分たちまだ練習生の頃なんですけども、まあデビューしてからもですかね、若手の頃はちょっと手伝ってやれって言われて、それで手伝ったことは数回あります。鉄柱を運んだりとか、まあ、板を運んだり、まあ、トラックから、その会場の中央までそのリングですね、バラバラになったリングの部分をその運ぶ手伝い、お手伝いをしたことがあります。ですけども、リング自体をその組んだことはですね、実はそのなくてですね、リング外のトラックから会場の真ん中までそのリングの、パーツを運ぶお手伝いだけはしたことがあります。そして2009年にそのプロレス復帰してからもですね、全日本プロレスとそれからレスラーズね、2つその団体所属したんですけども、その時も全日本プロレスレスもレスラーも、リング屋さんがですね、ちゃんとリングをその設置してましたので、その団体2つの団体いた時も自分はそのリングは作っていません。リングの作り方ですね、リングの作り方なんですけども、まあ、自分こう作られる場面をこう見たことがありますけども、まず鉄柱をこう四方にこう運んでいきます。そしてその鉄柱から鉄柱の間をですね、こういう十字型にそのワイヤーをこう張ってですね、こう十字を作って、そしてその、こう4つ四方ですね、こうまずこういうふうに、ワイヤーで張ります。で今度はこの四角形ですね、これもワイヤーで貼って、もう完全にこう固定する感じですね、になってます。そして鉄柱の上に板を、鉄柱ですね、鉄柱があって、そこにこう板をこう板をこう並べていって、そしてその上に、分厚いゴムですね、ゴム板を貼って、そしてその上にフェルトを貼って、マットをかぶせて、そして、ロープですね、ロープ、3本ですか、3本ロープをこう四方に貼って、そしてちょっとこう緩んでるんですけども、そこをこう、なんていうんですかね、こう接続している、
金具をですねこう締めることによってロープがピンとこう張る形になってます。なので自分たちが会場についている時はロープがこう緩くですね緩くこう四方にこうぶら下がっているような感じなんですけども、自分たちが行って、ロープのその金具ですね、金具を締めてロープがピンと張る形になります。その金具を締める、金具を締める棒があるんですけども、それがですねこう、金具の中に入れてこうぐるぐる回すんですね。でその棒がですね結構凶器としてですね試合中使われることが多かったです。下にリングの下にありますんですぐにこう取りやすいんだと思うんですけども、その金具でゴンとかなんかそんなことをやってる選手もいました。リング屋さん、リング屋さん、そのリングを作るリング屋さんなんですけども、自分の印象というか新日本プロレスに行った時はですね本当に個性的な人が多かったです。プロレスラーも個性的な人が多いんですけども、それに負けないくらいですね個性的な人が多かったなというふうに記憶にあります。まず一人なんですけども、今その業界にいませんので一応頭文字の S さん、 S さん、というふうにしておきます。 S さんなんですけど、 S さんは、この新日本プロレスのリング屋さんからアントニオ猪木さんの運転手になって、でその後にアントニオ猪木さんの秘書にまでなった人なんですけども、自分が入った時はもう猪木さんの運転手をされていまして、で猪木さんは社長の仕事も一緒にしてましたので、練習に来れない、朝のその合同練習に来れない時もありました。そしてその朝の練習に来れない時はもう全部夜の仕事が終わった後に本当にもう深夜とかですかね、12時超えてからとかその12時になる前とかそのぐらいにその道場にやってきて、もちろんその S さんが運転するそのキャデラックで来るんですけども、トレーニングパートナーが、寝ててですね、いない時、もう寝てしまってる時なんかはその S さんと2人でスパーリングをしていたというお話があります。で、結構そのS さんですね、身長も結構多分180ぐらいあったと思うんですけども、細いんですけども力が強くてですね、自分も一度デビューしてからなんですけども、猪木さんにちょっとこいつとスパリングしてみようって言われて、それでこうやったんですけど結構強くてですねびっくりしました、一般人なのに。そしてその S さんがですね、1989年自分がイギリス遠征に行ってた時ですね、イギリスまで今度は猪木さんの、秘書としてですね飛んできました。でそこで言われたのが例のですねそのジャッキー・チェンとの、エキシビジョンのお話の東京ドームなんですけども、どうなんですかね、それは実際どこまで本当の話だったのか分かんないんですけど、その時にそのジャッキー・チェンの、もしも新日本プロレスに残ってたらジャッキー・チェンとそのエキシビションマッチがあるよっていうそういう提案をですねしてくれたのもその S さんでした。今は一般のですねお仕事をしているみたいです。そしてですね2人目なんですけども、前にそのレフリーの会でもお話しした人なんですけど、児玉茂さんですね。この人もリング屋さんからレフリーにその転身しました。最初自分が入門して、した頃はまだリング屋さんだったんですけども、それで自分の、デビューしてからそのレフリーに転向しましたので、後輩という形になるんですかね、自分はタメ語を使ってですねちょっと接してたんですけども、どうやってそのレフリーになったのかちょっと分かりません。なんですけども知らないうちにそのレフリーになってましたね。新日本プロレスからそれから UWF そして、藤原組までですね自分と一緒に、行動を共にした仲です。レフリーの会でもお話ししたんですけども、アントニオ猪木さんですね、アントニオ猪木さん、に昼食を誘われたのにもかかわらず、自分が先にそのこの児玉さんとの、お昼ご飯の約束をしていったことを優先をして、すいませんちょっと今児玉さんと食事に行く約束をしてしまいました、
って言ったことを言って、D の木さんが、小玉さんが来た時に、小玉、船木が俺と飯行きたくねえってよというふうにこう言った、その、事件ですね、アントニオ猪木さん昼食事件、それが一番あの印象に残ってます。それからですね、3人目です、この方ももう一般の、お仕事をされてますので、 H さんというふうにしておきます、頭文字ですね。あのこの方はリング屋さんからですね、なんと練習生、プロレスの練習生にあのなってしまうという、あのやっぱりプロレスラーに憧れていたんですかね、それで、リング屋さんになって、でもあのリング屋さんになってもひたすらその体を鍛えてる人ですね。なんでこんなにその体を鍛えてるか、 もともとそのあの自衛隊出身らしいんですけども、とにかくもう体も筋骨隆々ですね、まあ、ちょっとあの体小さいんですけども、あのものすごく元気がいいっていう感じで、であのリング屋さんの中でもすごくなんかあの、キャラクターがですねこう突出しているというか、あの H さんですね。でこの人はですね、あの自分一番あの思い出残ってるのが、スクワットです。ヒンズスクワットですね。足の屈伸が何回できるか、確かあの1万回ですね、1万回に挑戦するというふうに言って、それであのみんなですね、その当時いたその新人練習生全員揃えて、あのその日確か日曜日だったと思うんですけど、日曜日にみんな、日曜日か土曜日か、とにかくその朝からですね、あの朝一から10時からそのヒンズスクワットを始めて、でまあ目標1万回ということでですね、それであの始めたんですけども、まあ、自分たち、ですね、の時代でも2000回が最高回数でした。なのでその2000回以上からその1万回ですね、1万回まで行くのは可能なのかどうか、でもこの H さんだったらあのなんとなくやり遂げそうだなということで、みんなこう、まあ、半信半疑プラス応援も兼ねてこうあの、数をですね数えてあげてやったんですけども、最終的にですね、夕方、手前ですね、あの本当に確か3時か4時かちょっとこう日が暮れそうなあたりぐらいで7000回ですね、7000回超えて7300か400かもう8000、7500、まあ、確か行ってなかったと思うんですけども、その300、7300か400ぐらいのところでふとですねこう気持ちが途切れてしまったのか、もうやめますという方というふうにこう一言言って、もう汗もですねあのもう出切ってしまって、最終的にはもう唇も乾いてちょっとこうあのカサカサになってしまってですね、それでこうスクワット最後7400、500、まあそのぐらいだったと思うんですけども、そこであのふとですね、もう苦しいとかそんじゃなくて、なんかこう燃え尽きたような感じですね。そんで、あの、やめます。もう終わります。と言って、こう、終えてしまったんですけども。あの、まあ、残念ながら、その後ですね、あの、その練習生もですね、やめてしまって、あの、この H さん、その入門、そのしたのが、結構もう、年齢いってから、確か25超えてたあたりぐらいに、そのもう入門したの、と思いますんで、ほとんどのその道場にいる選手がですね、おそらく年下の先輩になってしまうんです。なのでそういった人間関係とかもちょっと辛かったのかなと思います。なんかあの、まあ、その7000何百ですね、そのスクワットやったのを機にその練習生を辞めてしまった H さんです。今はあのどこで何やってるのかちょっと分かりません。そしてですね、全日本プロレスですね、全日本プロレスにも一人いました。リング屋さんからレフリーに なられた人ですね、あの和田恭平さんです。和田恭平さんは、今でもですね65歳、今でも元気に、全日本プロレスで、レフリーをされています。そしてですね、近年ですね、今2020年なんですけども、2015年から自分はその団体に所属することなくフリーになりました。まあ、そこからまあ5年、経ったんですけども、
フリーとしてですね、まあ、いろんな団体をこうに出場する際に選手がそのリングを作って、そしてリングをその解体する、そういうその団体のですね、を見たことが何団体かありました。まず大日本プロレスですね、大日本プロレス、それから、ゼロワンですね、その2つの選手たちは自分で作って、それで自分でその解体して、おそらく他の団体もそういうふうにしている団体がもしかしたら多いのかなというふうに思いました。自分たちで、自前のそのリングを持っている人団体はやっぱりそういうふうにした方がやっぱりその経費もですねかからなくて済みますので、まあ、全部やっぱり自分たちだけでその行うというそういうシステムですね。今一番その勢いのある新日本プロレスなんかはもしかしたらどうなんですかね、リング屋さんがいるのか、まあ、リング屋さん自体もその自分の会社の中でもしかしたら行っているのかもしれませんけども、まあそのリング設営の舞台がいるのかどうかまあ分からないですけども、まあ、でも自前 の, そのリングというのはおそらく持っていると思いますので、まあ、全部その、まあ、リング屋さんというそういう別会社ではなく、まあ、自分の会社で全部その賄っているのじゃないかなと。今、まあ、これからの時代はリング屋さんという別の会社 をその存在しなくても、まあ、自分たちでその作って、そして自分たちのリングを持つっていうの方がもしかしたら主流になってくるのではないかなというふうに思います。そしてまあ自分自身はそのリングをですね、設営したことが本当に数える程度しかなかったという結論になります。以上です。今回はリング設営についてお話してみました。ご視聴ありがとうございました。